ルートビヒホンフランクルルートビヒホンフランクルは、チェコ出身のオーストリアの医師、作家、ムジークフェアインの指導者である、レーナウの友人。1856年、エルサレムに、ユダヤ人学校のエリーゼ・フォンヘルツレーメル、婦人学校を設立した。女児誌、バラット、フーシ誌などがあり、その多くは英語訳されている。日本語訳は、今のところないようである。 息子のロータール・ロータ・ー・リッター、フォン・フランクル・ホシュワルテは、神経学者である。電気資料、この記事には、パブリックドメインである次の文書本文が含まれる。シンガー、イシドレ、エトール、エズ、ザ・ジュー・イッシュエンサイクロペディア、ニューヨーク、ファンク・ワグノルズ、タイトルイコールは必須です。ありがとうございます。